でもさ、これドライバー手に入れて、俺が犯人みたいな感じになってる。何？ちょっと、どういう、うわ、来てる！ちょっと、こと、なんで右上？入れない！あー！うわっ！なにこれ？どういうして今？ロード。あ、ロードある？え？あ、最初からだ。あ、なんかセーブがある。セーブあるっぽい。え、今のさ、なんつうのかな、アメコミじゃないけど、漫画っぽいさ、視点っていうか、コマになったよね。あ、こっからだわ。ちょっと、なんとかあそこまで、パパッと行って、あとセーブ。セーブできないか、ちょっと、調べますね。で、これで行って、うん。で、あと、セーブできるところ。電話か？で、あーあーってなって。これだ、来た。あ、ビデオテープだったか。これで？あ、で、セーブ。名前つけてセーブ？オッケー。多分これでセーブできたと思う。これで、殺人鬼が出てくる直前からやり直すことができちゃったりなんだりできますか？あ、いた、いた、いた。怖い。で、多分スクリュードライバーが必要だと思うんだよね。で、なぜか、ドアが開かなかったんだよ。もしかして連打かもしれないけど。ほら、来た。あ、ちょっと来てる。なん？あ、ちょっと待って。来てるから。来てるぞ。何この人、やばい、来てる。うわ、ボタン連打だ。で、ロード、ああ、来た、サンキュー。ああ、来た。これでやり直しできる。来ましたけど、すぐ連打しよう。使うと思うかで、すぐ逃げるよ。来てるから、すぐで、ほら、で出して、ムスカが急いでっていう感じ。あー、来た、ヤオビリ。あー、来てる。ちょっと待ってよ。なんで喋ってる時に来る。早く行ってくれ。で、すぐ会話。来る。どこに行くのさ。一応、子供部屋。ビリ。うわっ！すげえ怖え。あ、今なんて書いてあった？で、来るぞ。逆に来るんだったら、逃げ回るよ。あ、FPS 視点が逆に見づらいかもしんない。いる？そんなこんなしたら、ビリーやられちゃう？後ろから来たらやばい。開けてくれ。来てる？よかった、後ろに立ってたら怖い。うわっ！来てる。どこだ？あ、これ。これだ！絶対これ。これよ。
あ、血だらけ。早く。ああ、これのドライバーだったか。なんか地下に降りれないのかなと思ったんだけど、これ大丈夫だね。ほらほら、ダクトダクト。で、これで地下に行ったんだ。地下には来ないよね。多分。鍵はないとダメだったはず。で、何かあるぞ。あ、やべ、ヘリスがやばいから、これをちょっと使う。オッケー。一発は大丈夫だ。ボルトカッター？あ、これ真ん中に映ってるやつ？あ、これは？レンチは？レンチ。これはダメそう。あ、ロック。これでロック外せるところ、確か部屋いっぱいあったよね。ただこれちょっと、ここ、いろいろ。うわっ！ああ、びっくりした。なんでいるのさ。早く開けてくれ。で、すぐ入って。で、これもすぐ喋んないとダメだから。で、2階に来ると。うわっ！ 2 階じゃなくて1階にも室にいるじゃん。で、ここ。ここだ。あ、血だらけ。で、すぐ来るかもしんない。こんなことやってたら、いや、八方塞がりや、ああ、もうダメだ。あ、半分しか、半分しか。で、いるぞ。さっきに、ここ何あとあんだ？あ、ビデオテープあった。これでセーブできる。1階に上がって、あそこでセーブ。途中までセーブできると。いやーでもヘリスが半分でセーブしたくないけど、そんなこと言ってらんないな、もう。で、来るぞ。開けない方がいい。上に行く。いる。いそ。あそこにいそ。こっちだな、こっち。リボルバーの弾ってか銃あるぞ。鍵あった。ベッドルームの鍵だ。俺ベッドルームとかをボルトカッターで開けんのかなと思ってたけど、で、いるぞ。もういたら見えないけど、別な視点の方がきついから。あった、2階開けたらいないでね。あ、で、内側からアンロックすると。ただ、いるぞ。どこだったっけ？こっち行って、一旦セーブ。ここセーブ。あー。ここはさすがに来ないよね。セーブさせてください。イエス。で、ここ、2番目に、別に何でもいいんだけど。コート。イエス。ね。こうすれば、弾があって、ベッドルーム、まず、ちょっと待ってね。ベッドルーム、上だったっけ？とりあえずちょっと2階行ってみよう。いたら怖えぞ。ただ、ちんたらちんたらしたら来るぞ。確かここは、逃げれるから、あった。また2階に行くんだ。ただベッドルームどこだったっけ？右じゃない。左。ここ？うわ！いる！あ、びっくりした。イエス。あ、これがいい。うわ！あ、やっぱいたじゃん。あー、びっくりした。すげえ。もう心臓に悪い。これ開けたらいいんだっけ？ここ。やっ、銃だ！やった！これで撃てるぞ！で、弾。で、これを装備、そう、あ、装備してるわ。
で、これで撃つ。これで撃つんだな。開けてくれ。さあ、来いよ。いいよ、来いよ。ただ、ちょっとむずいね。あれ？いなくなった。でも、これでいいのかな？本当に。撃っちゃって。来い。あ、ここに繋がってたんだ。何？うわ、後ろから来たわ。ずりい。ずるいぞ。で、装備して。何？あー、撃てなかった。わー、なんでもう後ろにいんの。あ、ニークイックで。あ、何？聞かない。何発撃てばいいんだこれ。なんかすぐ離れた方がいいな。あ、いる。やばい、もう後ろ捉えてる気がする。来てるぞ。一旦下に行こう。で、こういう広いところにいて当たってないのか、そもそも。どっちだ、どっちだ。いるぞ。え、来ねえ。撃つぞ。え、でもこれで倒して終わりなのかな。なんかまだ外の鍵付きとか。いった、一旦行ってみる。ここダメだ、ここダメだ。あ、なんかいそう。一旦ちょっと外行ってみようか。これで撃って鍵を開けるとか。ここなんだ。え、ここ何？こうこうこう。ガス！やばい。ここ八方塞がりだぞ。あとあっち。あ、いや、これボルトカッターじゃない？これは、やっぱりそうだ。早く早く。あった、ガソリン。来ないでくれよ。これでガソリン入れて逃げることもできる。イエスイエスイエス。早く早く早く入れてくれ。あー、来たよ。バカバカ。なん、なんでだ、出なかった今。え、あれ、ガソリン入れてたら来るんだよね。で、今出ようと思ったら出れなくて、あと鍵も必要なんじゃないのかな、車の鍵。怖いね、この音が怖い。逃げる。で、下だ。下に行って、あ、で、ここ。で、まずは小屋に行って、
で、ガソリンをやって、ここまではいいと。あと、ここに絶対来んだよな。で、来る。来るぞ。ここで、倒す。あぶね。怖い。ああ、これ効いてんの？これ。あっぶね、一発で見られたのも、おし、あ、何？え、これどうやってリロードするんだろう。あ、これをユーズ。オッケーオッケー。あぶね。あぶね。危ないぞ。あ、でも、あ、倒した。あ、あ、びっくりした。ビリー、いや、あ、これで、これで車で逃げれると。来た来た来た。なんかシャッターとかいろいろぶっ壊してない？これで逃げたんだ。ああ。なんかあの、取り調べ受けてる。いやでも、え、ああ、そうそう、ジャック。豆の木が、なくなってると。そう、ボーイフレンド。なんかタバコ吸ってる。なんか昔の、本当に、90年代、80年代って感じだね。え？なんか、いや死んでたはずだ、みたいな感じ？そんなはずだ、みたいな。いやでも、あ、そっか。ビリーは見てない？実は。血だらけじゃん、もう。あ！あ、終わった。ああ、終わりました。ああ、結構難しい。あの、急に後ろにいたりとかさ、あの、視点っていうか、もう、普通の FPS じゃなくて、すごいね、逃げ方も難しいんですよ。FPS じゃない、ほぼ。操作方法がなんかあの、こう、説明すると、あの、バイオハザード2みたいな、あの、昔のラジコン操作的な感じで逃げるんですよ。FPS は、まあ、それに近いけど、それでもなんかね、ちょっとね、あの、視点がすごい難しい。いやーでも難しかったけど、よかった。あとなんとかね、頑張って、まあ音声っていうか、喋ってる部分とかは、まあ機械翻訳したいと思います。てか、斧で倒せんのかな？無理無理無理。その前に、車乗る前に銃で倒せてたのかっていうね。いや、きついよ、あれ。殺人鬼怖え。急に後ろにいるのは。終わった。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。では。